というわけで、本日代理で演出をつけることになった上白です。皆さん、よろしくお願いします。今日はいい式にしていきましょう。やはりまだ動揺が大きいな。仕方がないといえば仕方がないが。さあ皆さん、おしゃべりはここまでです。本番まで残り2時間と30分。時が過ぎれば泣いても笑っても開演ベルが鳴ります。そのベルをどういった心境で聞くか、今なら皆さん自身で決めることができます。すごいな、空気がガラリと変わった。これが演出家というものなんだろうか。さあ、それでは練習を始めましょうか。今回は時間も限られているので、誓いの言葉を言おうとした時に他の男性がプロポーズをするという筋書きは当初のまま、少々アレンジを加えていく形にしようと考えています。アレンジ？どんなアレンジをするんですか？じゃあここで問題だ、青柳くん。この筋書きに足りないものは何だろう？足りないもの、足りないかどうかはわからないですが、観客にどんな気持ちになってほしいのか、その意図がよくわからないとは思いました。他の男性が現れてプロポーズするだけではみんな驚くだけでしょうし。その通り、いい回答だね。誓いの言葉の途中にそれを止める男が現れたら観客はどう思うか。何人かはもしかしたら神父には別の恋人がいたのかと驚くだろう。もちろん古い映画になぞらえた余興だとすぐに気づく人もいるだろうけどね。さて、ではそれが実は芝居だったと明かされた時、観客はどう思うかな。なんだ、芝居だったのかと、ほっとするんじゃないでしょうか。うん、緊張の緩和だ。これが笑いを生む。ただこれだけでは騙されたと感じる人もいるし、何より見せ物としては味気ない。そこで少しアレンジを加えるというわけさ。そうですね。それでは話を進めましょうか。というわけで、ちょっと待ったという男性役を3人に増やします。なぜ3人にするんですか？では考えてみよう。男性役が増えた場合、どんな印象を持たれるだろうか。どちらも正解です。3人の男性がプロポーズをする。まずはこれによって神父の魅力を強調することができます。まあ竹取物語のかぐや姫みたいなものですね。一方、3人の男性が一斉にプロポーズをするなんてことは、よほどのことがない限りはありえません。そこで観客はこれは見せ物だとすぐに気づける。つまり
こうすることでドッキリだったものが分かりやすい見せ物、ショーになるんです。なるほど。確かに最初の筋書きを聞いた時はただ驚くだけだし、下手をしたらトラブルになるんじゃないかと思っていたが、次々にプロポーズをする人間が出てきたら何かの催しだということはすぐ気づきそうだし、ここからどうなるのだろうと楽しむ余裕も生まれそうだ。それでは新婦にプロポーズをする栄えある3人の男性役をここで決めましょう。というわけで、男性の皆さん、皆さんの特技を教えてもらってもいいですか？うん、あなたはダンスと、隣の方は？最後、青柳くんは？俺の特技は？一般的に見れば、俺の特技はピアノやバイオリンだろう。だがそれは過去だ。今の俺が胸を張って言えるのは歌です。そうか。それじゃあ決まりだね。今特技をバスケのドリブル、折り紙、歌といった3人、君たちが新婦にプロポーズをする男性の役だ。おめでとその理由は本番になればわかりますよ。さて、役が与えられたからには君も立派な役者だ。最後までよろしく頼むよ、青柳くん。はい、よろしくお願いします、上白先輩。